月100時の時間外労働、退職翌日に自殺、過労が原因労災認定自動車部品メーカー、岐阜後期、岐阜県八尾津町の男性社員、当時33が2017年9月に自殺し、赤労働基準監督署が過労による精神障害が自殺の原因だとして労災認定した、遺族側が13日発表した、認定は8月2日付、 遺族側代理人の岩井陽一弁護士によると、男性は06年に入社し、生産設備の保全や生産準備を担当、新しい機械の導入に伴い、親会社から費用の一部の補助を受けるなどの目的で、17年1月頃から親会社へ提出する書類の作成にも携わった、書類の作成などで、4月下旬から5月下旬に月間22時間だった時間外労働が、 7月15日までの1ヶ月間は100時間3分に達した。男性は7月25日から休暇を取り、9月20日に退職。翌日、自宅で自殺したという、老基署は、遅くとも男性が休暇に入る前日には、うつ病を発症していたと判断。月100時間超の時間が異労堂と、書類がなかなか承認されず、上司とのトラブルがあったことなどを加味した。 遺族は今後、損害賠償を求めて、会社側と話し合うという。男性はうつ病を発症したとされる17年7月下旬、母親、66に、会社でひどいことを言われ、罵声を浴びせられる。仕事も偉い、辛いと漏らしたという。母親は、助けてもやれず悔やんでも悔やみきれない。息子を潰したこの会社を許すことは決してない。 労災認定で無念を少しでも晴らしてやることができたと談話を寄せた。岐阜港機は取材に、労災認定についてこれから詳細を把握して対応したいとしている。